えな。下がってろ。Just go!
もうやめて。やめてほしいんやったら言えや、錦山。霧はどこや。待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ。よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もう桐生さんの元にもいない。なんやと、どういうこっちゃ。錦山くんも今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て、なんなんや誠の兄貴っちゅんは。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと。二人は中国残留孤児の二世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。最後に女見たんはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。